あれにあ俺さおとといかあの大、ー、石さんとのねイベントで、あのー、大阪行ってきたんだけどあのー、とあるお客さんが「僕大いってらっしゃいの作者の教え子なんです」って直接俺に言いに来て前もさ話したじゃん。そいつが 今、教師やってて、教え子がいるって、俺、ネタメールだと思ってたのね、なんやかんやで。ネタメールだと思ったの。で、おマジかよとね、それ本当なのって言ったら、いや、本当です。僕先生と一緒に見てましたって言ってて、え、じゃあ分かった。お前、そ、そいつにさ、俺にメールを送るように言えって言ったら、マジでそいつメールを送ってきて、そのメールご紹介しても、よろしいでしょうか。背景、加藤純一様。 ご無沙汰しております。大いってらっしゃいを作った高校教員のものです。な、あの、個人名が出てきたら、伏せる、伏せるわ。今でも配信を楽しく拝聴しております。最近腹がよじれるほど笑った配信は、ニコ生音楽王で大石さんが自爆霊に取り憑かれているのに、うんこちゃんは天狗にひたすら愛されているというくだりです。以前配信でネタにしていただいた、俺が大いってらっしゃいの作者で、どや、という自慢をした生徒が、えー、今日うんこちゃんのイベントで握手してもらったようでありがとうございます。彼から私に LINE が来まして、よかったらメールするようにお、 とお伝えくださったようでお言葉に甘えて連絡させていただいた次第ですその握手する握手させてもらった生徒も関西のとある大学で医学部医学科2回生になりあいつ医者の卵だったんだなあんなチャラ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 してた医者の卵として日々頑張っているようです私も本当はイベント行きたかったんですが高校3年生の受験生を相手に半大英語の講座をしなければいけない日で泣く泣く断念しました実は高校の10校への先輩で何とか OB で来てくださったいろいろ。 く,くださっていろいろと教えてくださったのがまあそういうくだりがあって好きなことをやるならとことんどうすなら楽しくといううんこちゃんの姿勢にいつも元気をもらうとともに自分自身も励まされていますこれからも配信頑張ってください PS もしご希望なら配信のネタで使ってもらうことは全然構いませんを言ってらっしゃい作者の高校教員ってすごくねえかあのさえその曲って何なのってみんな分かんないと思うんだけど俺がふざけてオープニングとかエンディング作ろうぜっていうのにハマってた時期があって で、その時に、な応募してくれた多分ね、その時ね、あのー、高校生とかだったと思うんだよ。初期の、かなり初期の方だよね。そいつがさ、今高校教師やって英語教えてるって時代の流れってえぐいなっていう話をちょうど1年ぐらい前にし,したんだよ。それがまさに、まさかね、現実的にそいつの教え子が、 俺のこと見に来ると思ってなくて、もう忘れてて、衝撃を受けたんだけど。で、今俺33じゃん。あと10年経ったらさ、下手すりゃ俺のことを知ってる奴らの子供がさ、中学生とか高校生とかになってさ、おい父ちゃんおいうんこちゃん一緒に見べよっていうのも、夢じゃないわけじゃん。親子2世代。親子の絆を、結ぶ配信者。 すげえと思って。